出発の準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ご飯くんは先にクリリンくんと合流しててね。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよご飯、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さんが。なるほどね。大変だなお前も。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地、ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ。反応が、やっぱりあったのよ、ドラゴンボール。ほんとだ。やったやった、ヒャッホヒャッホヒャッホ。ん？クリリさん、あっちに強い木が。木？ほんとだ、やたら強そうなすごい木ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならほら、レーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない。そっか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。え？どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ご飯、気配を消せ、悟られるぞ。はい。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール
絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ごはん。わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけ。いや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ。フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。孫君たちに伝えて、頼んだわよ。じゃあ、それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫君を連れて戻ってくるから。ん？クリリさん、誰か来ます。え？サイヤ人？違う、ベジータじゃない、もっと弱い気だ。多分ナメック星人だ。この辺りのはずだが。ん？なんだ？ありゃ。え？ナメック星人じゃないわ。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ？見たかよ。こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。あ、宇宙船が。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ごはん、木を解放しろ。こいつら大した奴じゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が来たのとそっくりだ。やっしゃ、ふん、戦闘力の数値は。よし。
フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。ちょうどいい目障りだ。片付けてやるぜ。いたな。ふん、雑魚どもが。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。ベジータ腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、やつらから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。19000、2万、20000、22000、どう？故障だとは思うが、ベジータにセットしたスカウターの数値が22000を超えたあたりで。22000だと？お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か。24000まで上がっている。我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。俺とお前は互角の強さのはず。マヌケめ、この俺は対決実装で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うか。せやぶわっ、覚悟しやがれ。俺も一緒にやらせてくれ。手伝ってやるぜ、フリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ。くだらん嘘をベラベラと、とことんムカつく野郎だぜ。仕上がれ。
ギャリック砲。汚ねえ花火だ。うはあ、ベジータの24000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュイのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール、さあ行きましょう。とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。なんか力が出ないや。強そう。穴なら身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。あんなとこでいつまで暮らさなきゃいけないの。あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか。本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブロンさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。でも今のは一体何だったの。ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのはあいつらかどうか。そうよ、間違いないわ。今のが4個のドラゴンボールを持っていたんだ。やっぱりそうか。ごはん見たか。はい、ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう。あんなやつらからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。
ブルマから連絡を受けた亀仙人は、悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、たった6日でナメック星に着くという。新しくできた船図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発した。それじゃオラ行ってくる。早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと、6日間でベジータを超えなきゃなんねしな。ねえ、さっきの連中ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこの位置は、さっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって言ってた気を感じたところだ。俺そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこんなとこに置いとく気？ここの方がずっと安全だと思うけど。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ゴン、なるべく木を抑えながら急ぐんだ。はい。非道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱりナメック星人さんたちの村があるんでしょうか。多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。わかってるな。